はい、こんにちは、ぬれねずみです。この番組はですね、テレビドラマの、を、なるべく一話一話追っていきながらですね、感想を言うというあの、ドラマ応援チャンネルですね。本日はですね、TBS ドラマの金曜日の10時ですね、メゾンドポリス、そちらの3話の感想になりますのでよろしくお願いいたします。今日一応話すことがですね、対象年齢ですね。はい、このドラマの対象年齢、まあ、あと性別も含めてですかね、がどうなってるかって感じです。で、2がですね、まあ、このドラマのなんかつまみ食い感ですね。つまみ食い感。はい。で、3がですね、このドラマの、見どころって感じですね。一応そんな感じになると思いますんで、よろしくお願いいたします。で、一応主人公じゃない、出演者ですね。こんな感じです。まあ、牧野さん、高畑充希さんが真ん中におられまして、あと、まあ、西島さん、小日向さん、角野拓郎さんですね。野口五郎さん、近藤正臣さんと。まあ、こちらがですね、退職デカですね。はい、の感じになります。で、こっちがですね、荒木さん、原田さん、杉岡さんですね。戸田正宏さん、木村さん、あと、西田さんですね。西田さんが現職デカと。はい、そんな感じ。で、あとなんか、出入りの出来文庫みたいなのが、瀬川さんですね。はい、そんな感じになります。で、今日のゲストさんがですね、橋本真奈美さんと、あと、ね、2名ですね。一応そんな感じになりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、これね、1話、2話、一応3話見ての感想ですね。2話に関しては多分ビール飲みながら、なんか、だらだら見てた感じになりますね。で、3話がちょっと久しぶりのちゃんとした感想になります。で、全体としてはですね、やっぱり、最初に思ったことと同じなのかな。ちょっと待ってね。もう先に行きますね。はい。で、1話が、1ですね。対象年齢ですね。で、それはね、なんでそう思ったかというと、今日に関して言えば、その橋本真奈美さんがね、一応なんかそのヒロインみたいな、ヒロインってこともないんですけど、ちょっと来られて、まあそのおじさんたちがなんかわちゃわちゃみたいなね、うん、のがあるのはあったんですけど、だからこの辺とかを、まあ一応最後の振りにはなってるんですけど、こういう場面とかを、誰が面白がってみるのかなっていうのがちょっとあったんですよね。うん。どうですかね。おじさん、まさか、そういう意味では、そこの、ま、最後のラストの方の振りにするために、あえて橋本まなみさんを、なんか持ち上げ気味のデカって感じで、まあ、視聴者さんに見る対象の人が、まあ、ちょっと、って思わせといて、って感じにするためにしたのかな。まあ、そう思えば、まあ、大丈夫でしょうね。ちょうどね、自分を見てるときは、なんかこの画面が、誰が好んで見るのかなみたいな。それはあったんですよね。はい。ですから、それですね。あとは、ま、全体として言えば、面白くないで言えば、そんなに、なんてことない感じでずっと進んでいくんですよね。で、2のつまみ食い感に、ちょっと繋がってくるんですけど、まずちょっとあれってこともないけど、これどうなのかなって思ったのは、2話で書かれてたのかな？現職デカと、まあ、退職デカですね。こちらの現職デカさんと、あと退職デカさんが、なんかちょっと確執っぽい感じで、なんかね、今日とかもなんかやってましたけど、それって、なんか、いるのかいらないのかもよくわからない感じなんですよね。だからみんな仲良かったらちょっとなんかあれだから、ちょっと対立した感じにしてるのかなとか、そうですね。だからその、木村亮さんの方なのかな、ちょっとね、なんか、おじいさんたちがどうしたこうしたみたいな感じになってますけど、それはなんかパロディになってるんですかね。そのなんか、ね、警察同士の対立のパロディになってるってわけでもないし、なんで対立してるのかが見えないと、ちょっと自分としてはね、これ、って感じですね。だから、何を最初にして、あれしたかですよね。その対立するためには対立しておかないともう10波人からげになっちゃうから、ですよね、なんかね。だからどこを、まあでも、原作があるからでしょうかね。原作があるから余計そうなのかな。原作がどういう感じになってたのか。まあドラマ内で見ると、そのなんか説明とかも特にされてないような気もするんで、そうですね。なんとなくその目の上の単行部感みたいなのがあるのはあるんですけど、それをなんかちょっと表に出して言う感じも、なんかその、なんか成立してるのかな、なんとなくわかりますかね。うん、だって基本的に縦社会だからね、そんなにわー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 言えないと思うんですよね、っていう。そうですね。あとはそのなんかちょっとしたそのなんか日和さんと夏目さんの、なんかちょこっとした感じとか、ですよね。あとは次で言えば、そうですね。日和さんが、例えば、牧野さんですね。牧野日和さんが、なんか、酔って寝て、起きてドキみたいな。そういうのとかもあるんですけど。だから全体で言えばなんだろうな。だから、なんか、ちょいちょいつまんで、
まあまあな弁当みたいな。よかったんですけど。だから、多分最初からこう、なんかこのドラマに関しては、なんかこう、なんか鋭いなんとかっていうよりも、なんかまあまあの弁当を作ろうぜっていう感じので、多分作られてるんですかね。だから、対象年齢を考えたのは、やっぱりその、牧野さんですよね。牧野さんとかも、多分もう少し自分より上の人、例えば70ぐらいの人、70ぐらいかな、どうかな。まあ、それこそ自分の親世代ですかね。70ぐらいの人から見たら、やっぱりもう、孫娘みたいな感じだと思うんですよ。あ、孫娘じゃない。孫娘じゃないか。この辺の人が対象に見えるとする。だから、ちょっとなんか自分の娘さんぐらいの感覚で見るって感じですかね。自分よりもうちょっと50ぐらいだったらそうですし、もうちょっと上にしてもそうですし、あとは、西島さんにしてもそうですよね。若い人が見て西島さんかっこいいって、もうどうなのかな。牧野さんぐらいの世代の人が見て、西島さんはかっこいいっていうと、まあ、あとはね、おじさんでも、おばさんでもね、年配の方とかでも、まあ、西島さんはかっこいいでしょうし、その辺をなんとなくふわーんと見て、で、物語自体は、まあ、あまり難しくしないで、ポンポンとなって、ああ、そうだったんだ、みたいな。なんかそういうドラマ、になってるんですかね。だからこれも、わざとなんかそういう感じにしてるのかな、と、思いました。なるべく難しくせず、って感じですよね。そうですね。だからもうちょっと結論に入りますけど、なんだろうな。言葉ちょっと悪いですよ。言葉が悪いですけど、自分ぐらいの年の人から見たら、まあ、面白いところがないのが面白いっていう、ドラマですかね。そんな感じじゃないかと思うんですけどね。あとはまあその、この日和さんの過去とか、日和さんの過去とか、まあ西島さんの過去もあるのかな。ちょっとね、あとまあこの辺ちょっと怪しいっちゃ怪しいんで、そのなんだっけ、東堂さんですね。この正宗さんとか、ちょっと怪しいのは怪しいんですけど、まあミステリーっぽくなっていくのか、ミステリーというかね、そういうなっていくのかもしれないけど、基本的にはそんなに派手じゃないっていうか、なんだろうな。なんだろう。大した話にはならなそうな感じ、で、まあまあと見た人がなんとなく、あまあまあね、みたいな感じで終わらせる感じに、なんかそれはなんかわざと作ってるのかなっていう、そのちょっとしてきてるんですよね。そんな感じかな。締められないな、これじゃ。と、考え中です。このままちゃうかな。というわけでですね、次3話なんで、次4話ですね。だからどういう感じになっていくのか。なんとなくでもうっすらとなんかそんな感じがしてきましたね。見る人に何だろう。何の影響も与えないドラマを作ろうってこともないんですけど、何の影響も与えない刑事ドラマを作ろうみたいな。よくわかんないですけど。なんかそういう感じもちょっとしてますね。だからね。一応なんかちょっとその目線で、もしかしてそれ、わざと面白くなくしてるんじゃないみたいな。そういう目線で、今後はちょっと見ていこうと思ってます。はい、そんな感じですね。ぬれぬれでした。またね、お呼びやっていくと思いますので、その時もよろしくお願いいたします。失礼します。